皆さん、こんにちは。今日は医療通訳育成カリキュラム基準、厚労省作成、日本医療財団、教育財団作成の教材ですね。医療通訳トレーニング教材の313ページの、語彙を用いて少し、単語レビューをおさらいしたいと思います。テーマは内分泌か、血管各部位です。では番号と日英の順でいきたいと思います。お願いします。1番、消化体、pineal body。 2番、視床下部、hypothalamus。 3番、脳下垂体、pituitary gland。 4番、甲状腺、thyroid。 5番、胸腺、thymus。6番、膵臓、pancreas。 7番、副腎、adrenal gland。 8番、精巣、testes or testicle。 9番、卵巣、ovary。 10番、血管、blood vessel。 11番、白血球、white blood cell or WBC。 12番、赤血球、 red blood cell。 13番、血小板、 platelet。 14番、血小、 plasma。 あともう少しおまけ的なところ、毛細血管、 capillary。ではこれで少しおさらいになると嬉しく思います。皆さんと一緒に勉強したいと思います。よろしくお願いします。以上、単語のおさらいでした。